グランパ。こんにちは。本日のリーグ戦実況は私西岡明彦です。川崎フロンターレですが、攻撃のタレントでリーグ屈指のチームを作ることが多かったように思います。いつも点を取りに行くチームというイメージでしたね。お客さんとしては楽しい試合が見られたんじゃないでしょうか。よっしゃ。相手にコーナーキックのチャンスです。集中して守れるでしょうか。どういったボールで来るのでしょうか。前に押し出します。名古屋がコーナーキックを獲得。ボールはどちらにこぼれるか。見事なタックルです。金崎が突破を見せる。素晴らしいタックルです。ここを起点にできるか。タッチを割ってスローイン。家永昭弘、うまくボールを奪った。稲垣翔、マテウス、中谷慎之介、阿部裕之。ここは簡単にボールを渡してしまった。フロンターレが攻めに出ます。すごいクロスだ。ここはシュートチャンス。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。阿部裕之、ここから先の出しどころに苦労している様子です。しっかりついてクロスをブロック。これは相手チームのコーナーキック。しっかりと守りたい。ボールはキーパーの手の中へ。
ボールが中盤でカットされました。丸山雄一、阿部裕之、相手に渡ります。これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。綺麗に上がった、キーパーがキャッチします。これは難しい、失敗です。体を当てて取る、奪った。丸山雄一、稲垣翔、今日は見どころ満載の試合になりそうですね、福西さん。この2チームですからね、期待しましょう。ボールに寄せたのはディフェンスでした。大島亮太、金崎ムー。前半終了で0対0、試合はハーフタイムに入ります。さあ後半の45分が始まりますが、どのように動いてくると思われますか？どちらのチームもまずはボールを落ち着かせることが大切です。そしてお互いのポイントとなる選手を走らせることが重要になりますよね。ハーフタイム中にどのように仕切り直してきたのか楽しみですね。金崎のオフサイドです。阿部裕之、谷口翔吾、競り合いになりました。どうする、狙ってきたぞ。このボールは重要です。さあ上げたい、合わせられるか。稲垣翔、ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。家永明宏、阿部裕之、マテウス、最後はキーパーの手の中へ。さあスローインでの再開です。稲垣翔、
ここのエリアは注目ポイントになりそうです。決めに来た。キーパーに当たりそのままゴール。トップなし。ついにゴールが生まれ、これで試合も動き出すのを期待したいですね。そうですね、両チームともここまではリスクを負うのを避けている様子でしたからね。でもこれで動き出すと思いますよ。丸山雄一、チャンスになります。サイドをえぐって中を見る、入るか。ここはフロンターレのコーナーキックです。打ってきた。コーナーを生かすことはできません。最後のところで少しミスが出ましたね。フィールドの中盤でボールを奪いました。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。さあ攻撃に意識を切り替えたい。スローインでのリスタートとなります。阿部裕之、動くなって言ったはずだ、この試合はまだまだ分かりません。ここは味方を使います。上り座と強兵、鮮やかなディフェンス、落ち着いています。倒れている選手がいます。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。金崎ムー、味方を使うでしょうか。最高のクロス、マークを外せない、体に当たった。さあ残り時間はわずか、追加点を決めてし、阿部素晴らしいヘディング。いい組み立てでしたね。ファインゴールです。左サイドからのコーナーはいいボールが入りますね。かなり練習しているんでしょう。いいタックルでした。丸山雄一、ホイッスルが鳴って2対0で試合終了。危ない場面もありましたが失点をゼロで終えました。 PK が良かった。